はい、こんばんは、島津です。パンデミック1993、続きからやっていきたいと思います。前回警察署をクリアして、アサルトライフルをね、ゲットしたところで終わりました。これからね、マンホールを通って病院におそらく行くと思うんで、ね、早速やっていきましょう。ここで、オープナーを使って開けて入る。さあ、いよいよ下水道です。敵は？ちょっと待って、音はね、聞こえない。ゾンビの音は。おおおん！ごめんなさい。ごめんなさいよ。はい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 。危ない、危ない、危ない、危ない。危ない。とっかかりのモーションに入ってる最中だった。いたね。ゾンビさんいたね。小学校はこの先だ。あ、病院には行かないっぽいな。無事だといいが。先に娘の方か。娘の安否を確認したいって感じっぽい。ここっぽいな、小学校。でも早速セーブポイントが。ボス戦の予感。弾は大丈夫。回復薬もある程度大丈夫。OK。ゾンビいる。小学校ここだよね。入るよ。広いけどさ、ね、ちょっとそれに、広い割には人口密度がね、低いよね。もうちょっといてもいい気がするんだけどね。こういった広いとこには。今んとこ、変異体が2体しか、校庭にいませんでした。で、まあ、とりあえずここ入って、いるか、娘ちゃんは。なんだこのポスターは。銃だよね。サブマシンガンだ。結構いるかもね。ここは。ゾンビ。避難してきてたってことなんで。あ、危ない、危ない。バレてる、バレてる、バレてる。危ない、危ない。そうだね。避難してきてるってことだから。いてもおかしくないよね。で、ここで、切り替えて、アサルトがどんな感じか。ハンドガンに比べてね、威力がない気がする。アサルトライフル。ハンドガン2発、アサルトライフル4発で倒れた。アサルトライフルは2発でハンドガン1発分の威力って感じ。補給して。危なかったね。いたね、ここ。一個一個回れって言ってる。教室を。職員室。いや、あのね、もうちょっとスルーしていこうか。そっちにもいる。バットじゃ倒せんからね、正直。お、待て。乗れるんだ、そこ。あ、やば。あ、やば！あ、やばい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 ！なぜ？くっそ、きついな。当たった？外れた。よいしょ。いったけど、危ない。バットでの倒し方教えてほしいな。いけ。よし。弾がない。有事対応マニュアル。投稿で不審者などが発生した場合、次のような対応をすること。生徒の安全を第一とし、教室や体育館など鍵のかかる場所で待機。男性、教師数名で安全を確保。安全を確認でき、次第授業を再開する。つまり鍵がかかってるところを探れと。次はどこかな。物資も探したいもんね。奥行く。行けるかな。あ、バレちゃった。いや、外れの場合が怖いから。ちょっと寄せ作戦でいこうか。当たった。やばい。こっちからも来てるわ。せーの。クルリンパ。オッケーオッケー。あるかなー、物資。希望って書いてあるんだけど。敵は？敵なし。敵なしか、本当に。敵なし。オッケーオッケー。ない。注射器あった。刺して。
外れ。外れっつうか、まあ、注射器だけだった。酔ってる。酔ってるから。あ、いける！オッケー。階段。2階。灰釣り、灰釣り。どこだ？来い。来た。引っかかった。バカチンガ！バカチンガ！トンプソン好きの子がいたみたいだね。渋いね。トンプソンが好きですって。やばい。もう使おう。パン、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 パン。で、ここでハンドガン。パーキング、オッケー。計算通り。3階に上がってきましたが。3階は？おお、お前がいたか。やるか。あ、ダメだ。射程が。パン。確か、こいつ、5発ぐらいだったよね、ハンドガンだと。こいつ、ね、頭2つあるくせに、視力はなんかないっぽいよね。視認能力がない気がする。そんな早いの？あー、いた！めーちゃんこ走ってきた。あられちゃんやん。キーンポーズで走ってきましたよ。ダメダメ、振り切れない。絶対振り切れない。だから、遠距離から処理するのがベストっぽいね。このクリーチャーに関しては。お父さんのさ、ライフルを持った時の走り方なんだけど、これ危ないよ。誤射する可能性あるからね。銃口を向けながら進むっていうのは。撃つとき以外はね、ちゃんと下ろしとかないと。ね、歩いてるときはね、そう、まあ確かにね、すぐ攻撃ができるけど、お父さんは素人だからね、誤射もしますからね、ほんと気をつけた方がいいですよ、この歩き方。ある程度銃口は下に下げとく。せめてね。子供の字で書かれたメモ。あいつらは突然やってきた。みんなあいつらに食べられた。次は僕の番だ。怯えてる子供が。うん。屋上の鍵ゲット。でも取れない。どうしよっかな。消費できないんだよな。預けてくるしかない。いるけどスルーして。本屋は？体育館の鍵。そうだね。2箇所っぽいね。うん。まずは屋上行って、確認した後、空振りだったら体育館って感じっぽい。じゃあ屋上の鍵取ってきたんで、これで開けて、さあここには誰が果たしているんでしょうか。ボスか。ここにも誰もいないね。寂しいな、避難所なのに誰もいないじゃん。で、死体すらない。奥になんかある。奥に、なんか戦闘起きんのかな。上から飛んできて。体育館の鍵だね、これ多分。ほら、来た。ある教師の手記。突然奴らに襲われて、ほとんどの人間は死んでしまった。一体、あいつらは何者なんだ。せめて、あの子だけでも助けようと、体育館に避難させ、鍵をかけた。私はもう長くはないだろう。これを呼んでいる者は、体育館にいるあの子だけでも助けてほしい。あれ？これってみんな、もう、娘さん一人しか生き残りがいないって感じっぽいよ。全員今全滅したみたい。うん。ほら、娘ちゃん、助け来たよ。生きてて。生きてて。ボス戦にはなんないで。どうだ？一人しかいない。一人しかいない。本当に。本当に一人しかいない。ミカ大丈夫か？あ、ミカって名前だったっけ？息があるが意識がない。あいつらに襲われたのか。病院へ治療薬を探しに行こう。そういう感じか。放置すんだ、ここに。ひれえ。広いけど。もうこの子しかいないなんて。まあまあまあ、回避してって感じですかね。ほらよと。合ってっかな？こっちは？もう一箇所あったね。行けそうなとこ。
なんだよここ。なんだここ。とある週刊誌の記事。疑惑の横山委員。患者虐待の疑いがかけられているなど、何かと怪しい噂が多い横山委員であるが、違法な人体実験や治療行為の温床になっているのはご存知だろうか。横山委員に勤めていた元看護師の A さんによると、病院内部では患者に対し同意を得ずに病原菌の抗体実験を行うなどの違法な医療行為が行われているという。そのことを苦に昨年退職した A さんは警察に通報するも、捜査は行われずにうやむやにされてしまったという。関係者によると、一部の警察上層部が横山委員と癒着しており、まともな捜査が行われないのではないかとも言われている。前々からね、研究は行われていたってことなんで、この町自体が試験場なんでしょうね、きっと。国が関係してる。ボルトカッターが必要だ、あります。はい。はい。多分ね、新種はね、いるよね。少なからず。OK。じゃあ、セーブして。さあ、果たしてね。おー、なんじゃ。あっぶねえ。おお、待て、お前、お、卑怯、こいつ。死に際に噛んできやがった。ふざけんな。あっぶねえ。ワンワンがおりました、皆さん。じゃあ行こうか。おそらくこっちに、薬があるんじゃないかなって思うんだけど。広いな、広場っぽい。ここ何？これ何？死体かね？なんか埋まってますか？おお、危ない危ない危ない。いや、待て。落ち着け。こう行った方がいいな。こう行った方がいい。オッケー、バレんかった。くそ。オッケー、ダウン取った。あいつはね、早いからね。もうマニュアルでいいから、こう、狙っていかないと。オッケー。ほう。ダウン取った。これはキーアイテムじゃない？注射器か。注射器もいいんだけど。なんもねえな。こんだけか。ということは、こっちですね。倒す。弾ゼロ。なら、こっちに切り替えて、パン。そしてリロード。で、枠開けて。ここか。入り口発見。奥に2体いますね。まあ、寄っては来ないから、まあ、手前から調べていきましょう。いや、待って、こっちは。こっちもいるね。まあ、さすが病院。学校とかに比べても、やっぱり多い。どう？はいずり、はいずり。来い。教育してやる。ほら！ほら！バカチンが。よいしょ。なに？ 5% 食らった。なに？倒したやん。倒したやん。なんでダメージ受けるの？なんかね、さっきからね、決死の一撃って言えばいいんですかね。それが目立ってきてんだけど。まあ、威力がね、攻撃力が低めの敵でよかった。これがゾンビとかだとね、多分、相当食らうんで。あ、ここなんかありそう、受付。敵は？敵なし。入りまーす。ハンドガンかな？あー、持てんか。ならまあ消費してって感じだけど。どこにあんだ薬は。待て。奥はなし。これ上だね。2階行こうか。
2階来て3階もありそう。ちょっと奥行こう、奥。あー、これちょっとわかんねえな。難しいね、このカメラワーク。いけ、あらあら。ちょっとね、こいつ、うまい具合にこう斜めにずれるから、むずいぞ、当てんのが。外した。リロードかっこいいね。やばい。あい、くそ。いでいで。3、4、まずい。5。うわぁ、攻撃力高いわ。多分15ぐらいかな。15から20食らってた。今の一撃で。くそ。バレちゃった。角度が悪かったね、今のは。奥には行けない。つまり、上の階から伝って、向こうに渡らないといけないみたい。うわぁ、4体。4体いる、珍しく。もうここは素通りで、いけるはず。よし。そこが怪しいね。いけるかな、素通り。いける。危ね、ギリ。で、渡ったから、この下に、さっきんとこがあるよね。行けんかった通路が。ここか。ここにワクチンがあんだ。ほら、扉の、ね、色も違うし。ほら、来た来た来た。アタッシュケースを、治療薬を拾えますか。オッケー。書類を見ることはできないみたい。ここも、そうですね。こんだけっぽい。なんか、特別な資料があってもよかったんですけど。さあ、果たして、無事に学校まで戻れますかね。それとも、なんかイベントが発生してきてって感じかね。校庭が広いからね。これを活かすのもいいんじゃないかって思うんだけど。あ、ちょっと待って。まずこっち。そう、こっちね、気になってたの。廃墟。廃墟に来たけど？すげえアイテムあるよ。弾関連。ま、持てんけど。ここが最終決戦の地ですかね。ほら。弾、回復薬。ミカ、持ってきたぞ。頼む。良くなってくれ。よし、これで大丈夫だ。あとはこの子を連れて脱出するだけだ。あれ？ミカが消えたんだけど。ミカどこに収納したの？お父さん。ミカをどこに収納したのね。どっか4次元のどっかに収納してるみたい、ミカを。どうだ？北、生存者の方へ。この先の工場跡地で救助活動を行っています。工場跡地に集まってください。自衛隊が来た。工場跡地はあそこだよね。で、ボスが出てくるんだ、最後の。さあ、ラストは。どんな敵が出てくる？集合地点はここのはずだが。なんじゃお前！いやあ、タイラント出てきましたよ。っていうか、もう完全な戦闘モード、こいつ。お、早く！オッケー。危ない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 。くそー。オートエイムの距離の短さよ。もうちょっと距離離して、で、バックして。いや、聞いてる素振りがねえ。聞いてる素振りがねえ。聞いてる素振りがねえ。ていうか、これ勝てんじゃない？こんだけ距離離して同じことしてれば。一面のボスみたいに、サソリみたいに変化しますかね。どうだろう。はい、来い。見えない。来た。てい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 て。あ、やばい。頑張れ、頑張れ。戦うお父さん。日本版 E さん。日本版 E さん。ここは、
正念場ですよ。てい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 て。お、走ってきた。ついに走ってきた。危ない、危ない、危ない。ついに走ってきた。あ、やばい。まずまず。速度速くね。速度速い。わー、こいつちょっときついな。で、今度け、オートエ。くそ。なんてこった。オートエムで。こうね、こうやんだ。ちょっともう疲れてますね。うん。攻撃の手が。あ、やばい。あ、食らった。まあ、20% ぐらい。うん。パン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 。おー、危ない危ない危ない。あれは強いね。あれは強い。おお。ちょっと変わった攻撃をしだした。食らう、食らった。あ、やばい。回復。パン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 。危ない。14発。ちょっと待って、補給補給、さすがに。ハンドガン、オッケー。オッケー。ふう。パン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 。お、倒した。伊達筋肉だったみたい。このアングルいるか？このアングルいるか？やっと死んだか。これで全てが終わった。そうか、伊達筋肉でしたね、こいつ。こっちだ、早く乗れ。終わった。なんとか無事に娘と一緒に脱出することができた。妻のことは残念だったが、娘が無事だっただけでも喜ぶべきかもしれない。あれから自衛隊と警察の手によって事態は沈静化されたが、今回の事件は、公にされず闇に葬られるようになった。事件との世間の公表、うんちゃらかんちゃら。あーもう。ゲームクリア。プレイしていただきありがとうございます。初回クリア特典、刀を手に入れました。隠し武器があるぞ、みんな。隠し武器。強そう、刀。スピードクリア特典、無限ハンドガンを手に入れました。1時間以内クリアを目指しましょう。ん？ん？これは？どういうこと？無限ハンドガンを手に入れたってこと？それとも1時間以内にクリアすれば手に入るってことですかね？さあ、刀あるかな？どうだ？刀は見当たりませんね。うん、そうだね。ハンドガンしかない。どこで手に入るんですかね、刀。で、弾制限もあるから、どうやら1時間でクリアすると無限ハンドガンが手に入るみたい。はい、これにて日本を舞台にしたサバイバルホラー、パンデミック1993はね、完結となります。個人的にはですね、ここ最近ね、国産のホラーゲームっていうのは開発されたんだけど、やっぱり日本を舞台にしたサバイバルホラーっていうのはまあなかなか見当たらないので、そういったものをね求めてた自分からしたらとてもありがたい作品だと思いました。またね、この系統のゲーム、制作するようでしたら、また遊んでみたいなと思いました。またね、面白いゲームが見つかったら実況していきたいと思うので、よかったらね、見に来ていただければと思います。はい。それでは、島津のパンデミック1993になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。